相鉄8000系8708編成が運用に復帰しました。相模鉄道は、今日19日、改造工事を終えた8000系8708編成を営業運転に復帰しました。相鉄8000系は、老朽化した6000系を置き換えるため、21世紀になっても通用する車両をコンセプトに開発された車両です。1990年から1999年にかけ、13編成130両が製造されました。2020年からは、リニューアルした編成も登場しましたが、現在までに、1編成のみの改造となっており、8709編成以降のリニューアル工事は休止しています。今日19日に運用に復帰した8708編成は、改造工事のため、先月1日に柏台車両センターへ入場しました。そして、前照灯位置の変更などの改造工事が行われ、今日19日より営業運転に復帰しました。相鉄8000系に、新しい顔が登場したこととなります。前照灯位置の変更のほか、自動放送への対応や、フルカラー LED からフルカラー LED への行き先表示器の交換が行われました。横浜ネイビーブルー化や内装のリニューアルは行われていません。8708編成の改造により、相鉄8000系の原型顔からフルカラー LED 表示器を備えた編成が消滅したこととなります。これで12月19日の KAB ニュースを終わります。